にすがる柔らかな皮膚しかないわけは、人が人の痛みを聞くためだ。急げ悲しみ翼に変われ、急げ傷跡なし版になる。まだ飛べない雛たちみたいに、僕はこの響きを嘆いている。また僕があって、これなんて言葉にしたらいいのかわからないんだけど、伝わったかなと思うんですけれども、すごいこの何かを伝えたいなと思って、皆さんにぜひ今日のライブにいらしていただきたかったわけです。なんとも言葉では説明できず、音楽に乗せることの方が伝えやすいかなっていう気持ちでいっぱいなんですけれども、いよいよ最後の曲になりましたけれども、私は、すごい最近嬉しかったことがありまして、演出の竹内先生に昼でもここで泣いたのにまた泣くか、あなたの中には泉があるわって言われたことがあるんです。それを言われた時に、私はいろんなダメなこととかダメな自分とかいっぱいしてるんだけれども、認めてもらえるっていう、あなたをこう私のことをちゃんと認めてくれたっていうのと、すごいあったかい気分になってすっごい嬉しかったんですね。そんなことがあって、いろんな風にこう怒られようとダメ出しをされようと、私は先生のことが大好きなんですけど、これは告白みたいになっちゃった、そんなこともありましたけれども、私はその泉っていうのが絶対に皆さんの中にも一人ずつあると思うんですね。それでその泉っていうのはきっと一人じゃ絶対に湧き出るものではなくて、それまでお世話になった人とか自分のことを見てくれた人とか力を貸してくださった方、自分が疲れてる時にあなたは今傷んでるわよって教えてくれた人とか、もう背中を押してくれた人とか、数を数えればキリがないたくさんの方によってその泉が湧き出るんだろうなと思います。そしてさっき言いましたけれども、コゼットとマリウスがいて、後ろに魂になった人たちがたくさんいて、そういう魂となった人々のおかげで泉も湧き出ているんじゃないかなと思います。人の思いって伝わるし必ず残るんだなって、そんな風に思っています。はい、皆さんの心の中の泉がいつも風が吹いてて日が差してて緑がいっぱいあって、穏やかでたまにサラサラって音が聞こえて鳥が鳴いてて
とっても穏やかな状態でいることを願って、最後に愛さんさん、Over the Rainbow 聴いてください。